皆さんこんにちは。私はダイソーの野菜の種をよく利用します。大根、白菜、レタスにきゅうり、サニーレタス、ピーマンなどどれもよく育ち、量も多いので二度に分けて使うこともしばしばあります。しかも100円ではなく2袋で100円なので、実際は1袋50円ですからとてもお得です。その中でも最強なのはアスパラガスです。これも1袋で50円で、上手に育てれば50本以上の苗が育ちます。3年前に種をまき、今は25本以上の苗を育てています。通常の野菜は1年1回きりの収穫で終わりですが、アスパラは10年は収穫できます。しかもその後の株分けでさらに寿命が伸びるそうです。通常2年もの3年ものの株を買えば結構な値段がします。しかも1株や2株では一度に食べられる量は収穫できません。種から育て20株以上あれば毎日収穫ができます。最初は少し大変ですが、2年目からは収穫でき、3年目は大収穫です。種から育てた詳しい様子はこちらの動画とブログに掲載していますので、興味のある人はそちらもご覧ください。概要欄にリンクを貼ってあります。私は野菜作りは全くの素人ですが、今回アスパラガスを種から上手に育てられたのは水を使った栽培容器が良かったと思います。私はいろいろな種をこの方法で発芽させることが多いのですが、直接畑やプランター、ポットなどに撒くより水やりの管理が楽で、発芽状態が目で見られるので成功率が上がっていると思います。種をまいたのが2021年6月21日で、1週間程度で芽が出てきました。2週間も経つと芽も根もだいぶ伸びてきます。16日目には鉢に移植しました。49日目には背丈も30センチを超えるものもあり、脇芽も2本ぐらい出ています。9月6日、77日目には背丈60センチ超えの苗もいくつか見られます。100日を過ぎると1本だった脇に4本から5本の茎が出ています。畑に移植したのは142日目の11月10日ですが、もっと早い時期でも良かったかもしれません。ここまで来ればあとはほとんど手間いらずです。この後は春までほったらかしでしたが、今思えば光合成が終わった時期で、枯れた茎はカットしておいた方が良かったかもしれません。翌年の2月11日、種から育てて235日目、去年よりずっと太い新芽が出てきました。これを見て慌てて枯れた茎をカットし、肥料も少しやりました。2022年11月2日499日目取りたいのを我慢して、夏を越したらこんなに成長しました。いろいろ調べると1年目は取ってはいけないと言われていたので我慢して取りませんでしたが、太めなものを数本ぐらいなら収穫してもよかったかなとも思っています。2023年3月9日626日目、いよいよ2年目の春です。3月に入ったら新芽が出てきました。結構太いです。順調に収穫できていますが、全ては取らず残したものも結構あります。9月末になっても未だに芽が出てきますが、来年のために今年の収穫は終了しました。残した茎も結構ありますが、2年目の収穫は150本以上でした。3年目の今年も去年と同じように3月1日には芽が出てきました。4月3日に初収穫で7本取れました。今年は去年以上の収穫が期待できそうです。今年は太めなものはすべて取るようにしています。細いのを残すだけでも結構林状になります。光合成には十分です。去年の経験では9月以降も芽が出てきたので、夏以降の芽を残すだけでも十分だと思います。去年は収穫した本数と同じぐらいの芽を残しました。今年は今現在5月の中旬ですが、すでに186本の収穫ができました。知人にも分けていますが、食べきれないほどです。娘の家に植えたアスパラはほとんど面倒を見ていませんでしたが、順調に育ちこんなに元気です。前回の動画を見た方からアドバイスをいただき、今年は乾燥防止に
藁を敷いてみました。アスパラの寿命はよく10年と聞きますが、その方は10年経ったら株分けし30年以上収穫しているそうです。毎日面倒を見ているわけではないので1、2年はあっという間です。50円の種で毎年数百本のアスパラが10年以上食べ続けられるなんてすごいことですよね。しかも株分けしたら30年以上も収穫できるとのことですので、孫の代まで残せそうです。趣味で簡単にできるので皆さんもぜひ挑戦してみてください。